えー、フィノラボがお届けしているフィンテッッククトピックスいい、えー、いつもごご覧いただきありがとうございます、えー、今回は、えー、SNBL という、えー、聞き慣れない言葉かもしれませんけども、えー、購買と貯蓄を結びつけるような新しい決済についてご説明したいと思います。 SNBL というのは聞き慣れない言葉かと思いますけれどものの、まあえー、略したものになりますこれはその商品やサービスを購入したいという人に対してその代金を積み立ててってもらって目標額に達したらその商品やサービスを提供すると。 いう、ま、あ貯蓄型の決済方法ということになります。で、商品やサービスを提供する、えー、提供者の方では、この SNBL を利用する購買者に対して、例えば代金の割引とかおまけの提供、えー、プレミアム商品の、や限定商品を提供するといったようなインセンティブを付加するようなケースが多いです。例えば、 え本来だったら100%の積み立てが必要なところを95%でいいですとか90%でいいですともしくはその積み立てが成功して商品を提供するときには何かおまけをつけてあげましょうとかもしくはもともとその限定商品を発売するときに えー、実際に発売は1年先だけどもあらかじめその積み立ててもらえばその限定商品が手に入る権利を上げましょう、まあ、こんなような形で、えー、お客さんと新しい関係を取り結ぶというようなことが可能になります。で特にこのフィンテックという文脈でご紹介するのは そうしたこの SNBL を、えー、プラットフォームの上で提供して様々な販売者に、えー、対してこの方法を提供していこうというような、えー、プレイヤーが現れてきたということになります。で特にあのこの SNBL が注目されるようになったということの背景に、えー BNPL という言葉がしばらく前にかなり注目されて、えー、その関連のプレイヤーもどんどん増えてきたというようなことがあります。まあ、特にクレジットカードなどを持てないような人に対して、えー、まあいわゆる、えー、後払いでいいですよということで、えー、この BNPL を提供するようなプレイヤーが現れてきた。 いうことがあって一方でその BNPL がどんどん使われるようになってくると消費者の中にはその債務が膨らんでしまうというようなケースも出てきたということでまあそれに対してこの SNBLSaveNowBuyLater の方式であれば 債務が膨らむことがないより健全な販売方法につながるというようなことで、まあ、これに特化したフィンテック事業者もあらゆるようになってきたということがあります。でこのセーブナウ・バイ・レーターのメリットとしては、まあえー、購買者にとってみた場合収入に見合った購買が可能になると。 買いすぎたりすることができないということで余分な債務を負うことがなくなることになりますとそれからその販売プログラムに組み込まれたインセンティブを享受できるまこの辺りが魅力的ということになるかと思いますまたその販売をする側に立ってみた場合にあらかじめ計画を立てて商品の生産とかサービスの提供 の準備をするるこことととができるということそれから、まあ、オプションを提供することで売上の向上につながるとということもありますさらに、えー、お客さんとの関係を構築するという点,でお点においてはあ,のあらかじめ積み立てていってもらえるお客さんを確保するということは、まあ、ある意味そのブランドイメージの向上にも役に立つと。 特にそのプレミアム商品などについては、えー、購入する人の期待が高まっていくというようなこともあって、まあ、ブランドのイメージを、えー、向上させていくという点でいろんなアプローチができるということになります。えー、いくつか、えー、世界中で出てきてきるプレイヤーの 例を紹介していきますけどもまずアメリカでアクルーというところがこのサービスを展開しています。でアクルーはその購入対象ごとにウォレットでまあ、ウォレットに預けているお金については提携銀行が資金を管理しているということになりますけどもそうしたウォレットにお金を入れていくことによってえー 積み立てが完了した時にはいろんなインセンティブを受けられるということになります。これが購買する側からの一つのサービスイメージになります。で、販売者に対してはですね、このウォレットを用意して、その買う人たちが積み立てていくということで、特にその高価格商品を中心とした商品やサービス。 えー、をアプリであの購入するということでサービスが提供されるようになっていますすで、えー、に、えー、相当数の、えー、販売者がこのアクルーのサービスを使って、えー、お客さんに対してセーブナウ、バイレーターを提供しているということでです、えー、もう一つは これはあのアラブ首長国連邦 UAE ですけども、えーえー、SAV.、えー、というようなサービスになりますけども、えー、これはまあもともとその貯蓄を進めるということがアプリの出発点なんですけどもその中で目的別に貯蓄をするという講座が設定されていて。 その目的別の中にはいろんな商品サービスを購入できるプログラムもあるとでそのために、まあ、1,000以上の販売事業者と,と提携をするということで、えー、貯めていくとそのいずれは自分が欲しい、えー、商品サービスを手に入れられるとでその際に、まあ、いろんなインセンティブが得られるというふうなことでまあ 中東地域の初の SNBL の機能ということで注目されています。またマレーシア発でスプリットというふうなサービスが登場していますけれども、もともとはその何かを購入するときに仲間でそれを 一緒に積み立てていこうというような習慣がマレーシアであったわけですけどもこれを独立させて購入希望商品を設定して自分でどういうペースで積み立てていくかっていうことを設定すると目標額に達した時にキャッシュバックを受けるということが組み込まれていますと。 で、ものによってはかなりの、あの、金額のキャッシュバックが受けられるということで、え、利用する人が少しずつ増えているということを聞いています。え、また、インド発のハブルというサービスですけども、ここもあの、200以上のブランドと、え、提携しているということで、え、そのブランドによって割引率が少しずつ違いますけども、 10%までの割引を、えー、一度も受けられるようにしているということそれから、えー、ウォレットに積み立てていくプロセスの中で、えー、その期間の設定や金額によってさらに割引が大きくなるというようなことで、えー、新しい、えー、購入の方法を提示しているということになります。 でまあ、えー、ベンチャーキャピタルっていう有名なセコイアキャピタルの出資を受けたということで名前が、えー、随分注目されています。それから同じインド発の、えー、マルティプルですけども、えー、ここの場合にはその積み立てていくときにもの、えー、を買うという行為も選択できるんですけども その積み立てた金額をまた運用に回すということもできるということで積み立てる際にその積み立てたお金が運用されていってそれを商品サービスの購入に充てるかそのまま運用を続けるかというのは利用者が選択できるようなな仕組みになっていますそういう点ではその決済の方法というよりはその貯蓄の 方方法ととししてて、まあ、新たなやり方を提示いいるということになります、まあ、このようにその世界中でいろんな、えー、形の Save Now Buy Data のサービスが出てきていてそれをその、えー、アプリなんかに組み込むことで、まあ、バリエーションもいろいろ出てきているということで、えー、新しい方法なんではないかなと思います。 一方日本でこういう仕組みがあるのかということになりますけどもまあもともとデパートとか旅行会社が会員組織を作ってそこで積み立てを行っていくと一定の積み立て期間が終わると、まあ、割増金を加算して商品券や旅行券を発行するというようなことが広く行われてきています。 ただ、えーまあ、そうした形で得られた商品券や旅行券が、まあ、金券ショップで、えー、流通してしまっているというようなこともあって、ブランドイメージがあまりその保てないというようなこともあったり、それから、えー、今のような金利が低い状況ですと、そのあらかじめお金をもらってもあまり運用できないというようなこともあって、 あまりそのこうしたもともとやってる会社が募集に力を入れているというふうな状況ではないようです。またデジタルバンクとして有名なみんなの銀行ですけども目的別の貯蓄預金ボックスというのを作っていてその中には自分が欲しいものを設定してそれで 貯めてていいいくとううような仕組みも実装されていま,すまあ直接その購買とつなげているわけではないですけどもまあセーブなバイレーターの要素が入っていると、まあ、今後こうした積み立てを行っていくこととその販売者とつなぐようなことも考えられるではないかなと思われます。 ましたまずその SNBL は昔からある購買行動を発展させて貯めるということと買うという行為を連動させるということですけども BNPL による債務拡大に対して持続可能な支払い方法ということで世界的にも注目されています。 特にスマートフォンのアプリを使って貯蓄を管理するとともに販売事業者との連携を実現するというようなフィンテックサービスが参入するようになってきています。まあ、日本ではこれまで貯蓄プランや積み立てプログラムというのはありますけれどもこうした貯蓄の可視化と購買の連携を実現した SNBL をうったような事例というのはまだ出てきていません。 ただ日本の場合比較的その貯蓄成功が高いというような国民性がありますので今後本格的なサービスが出てくるという余地があるんではないかなと思われますので注目していいきたいと思いますフィノラボリサーチではこのように フィンテックトピックスということで、フィンテック関連の新しいテーマを選んで解説ビデオを作成しています。YouTube のフィノラボチャンネルにご登録いただいてご覧いただくようお願いします。